アバフタカリク及びメキシコ南部グアテマラ太平洋岸斜面の先古天気の遺跡の位置アバフタカリクはメキシコジャパス州に隣接するグアテマラリタールライ州のエルアセントル市管内イシチャ渓谷の西岸に位置する先古天気中期から後期にかけて繁栄した採取センターであって多くの貴重な石碑や石堀の存在で知られる遺跡であるアバフタカリクの遺跡名は この遺跡を研究していたアメリカの考古学者スザンヌ・マイルスがスペイン語で一旦ピード・ラ・パラダと名付けた遺跡名をキチェー語のアバッチとタコレックを当てて解消したものである。以来アメリカや日本ではこの遺跡名で知られてきたがキチェー語の語順ではタカリク・アバフが正しいため最近地元の希望でグアテマラ政府がタカリク・アバフを正式名称にしたようであるが この記事では、学会や読書会で定着しているアバフタカリクを用いる遺跡は太平洋岸斜面の標高680メートルから580メートルで緩やかに北から南へ傾斜する斜面上に立地し、メキシコとエルサルバドルを含む南方を結び、かつグアテマラ高地と太平洋岸を結ぶ交易を行うのに格好の拠点であったと考えられ、 標高680メートルから660メートルに位置する北部グループ、その南西に位置する西グループ、北部グループの真南、標高630メートルから580メートルに位置する中央グループに区分される。一石の存在は19世紀後半から知られていたが、もともと薄っとした熱帯雨林に覆われていて、わずかに石碑やマウンドがあることが判別できる程度で、 あったが、砂糖キビやコーヒーのプランテーションが行われるとその全貌が認められるようになった。しかし、チャ渓谷の急斜面部分は未だに熱帯林に覆われている。1976年にカルフォルニア大学バークレー校のジョン・グラハムが調査を行っている。アバフタカリクの警官は斜面を利用して平坦な基団が階段状に連なっている状況である。斜面の上に、 階段状に土を持ってマウンドを築いたのか、元々の地山を切り込んでマウンドを築いたのかは不明であるが、一つ一つの地段の大きさが幅140メートルから220メートルまで多様であり、高さも4.6メートルのものから9.4メートルのものまでバラバラであって、一定していないことを考えると元々の地山を利用した可能性が高いと思われる。地山の表面には、 丸石が用いられている。階段を持っている大きな木段は表面に近隣地から採取した安山岩の分厚いブロックを張っている。アバフタカリクにはオルメカ様式の石彫りが多く見られる。丸石に刻んだ記念碑1号、浅浮彫りの記念碑18号、深く曲線上に人物の座像を刻み込んだ記念碑14号、メキシコ湾岸に見られる。 巨石人陶像タイプの記念碑23号、丸い形状の石彫りの55号、テーブル状の祭壇のような記念碑57号などである。これらの石彫りは再利用ということがあれば、まさしくそのように再利用されて元々のものを壊したり、ひっくり返したり、分割したりして利用している。例えば記念碑十六号と十七号は元々中上の人闘像であったが、 基壇7号の上に置かれていた。また特筆すべきなのが23号で、中央グループの主神殿にあたる、基壇5号の北側の基壇3号の東側に、他の石堀と並んで発見されたが、元々の巨石人頭像の垂直軸に逆らって、その顔と眼球の部分を深く彫り込み、巨石人頭の片方の耳の部分を削り取る形で、壁岸上に大きなくぼみを作り、 足を交差させた人物の座像は彫り込んでいる。巨石人頭像も壁岸の中の足を交差させた人物座像もオルメカ様式のものである。これについて、ジョン・グラハムはアバフタカリクがオルメカの支配下にあって、その支配者の下で働いていた職業彫刻家がオルメカの儀礼の文脈に合致する石彫りを、その支配者の指示のもとに作っていたと考えている。 アバフタカリク石碑2号また、アバフタカリクで注目されるのが、かってイサパ様式とされた先古典気候期あるいは、週末に位置づけられる長期歴を刻んだ石碑である。石碑2号は、下半分が欠損しているものの、いわゆるサイクル7、すなわち7バクトゥンの日付を刻んだメソアメリカ最古の可能性を持つ石碑である。もし、カトゥンのインガ6であれば、 7.60.00として一番古くて紀元前235年まで遡ることになる。また仮に16であっても7.160.00であれば紀元前38年になるので最も古くなる可能性を持っている。7.1619.1719であれば紀元前18年に当たる。また、 8.22.1057ちくちゃん18をと8.45.17117主演14かやぶの日付を刻んだ石碑5号も古い長期歴の日付が刻まれた石碑として知られている。ありがとうございます。